スノードラゴンは日本の競争馬である。2014年のスプリンターズ S に勝利し、この年の JRA 賞最優秀短距離馬に選出された。黄色のシャドウロールがトレードマークであった。馬名は観葉植物の蛇のゲの一種であるアフィッポガン、マラヤネスベディゲイタの商品名、スノードラゴンから命名された。共有馬種システム、レックスプロより総額1200万円で募集された。 8月28日の新潟競馬場の芝1600メートルで行われた新馬戦で北村博士を背に一番人気に押されるも2着。その後の中山、東京の芝マイル未勝利戦も2戦、連続2番人気2着と連帯はするが勝てない競馬を続けていたが、ダートに矛先を変えた4戦目で、エビナ真マ最サヨシを背に一番人気に答え1着。1月に、 東京ダート1400メートルで行われた平場の500万条件で安城が吉田隼人に代わるも一番人気に答え一着と連勝を飾る。その後は春まで3歳のオープン特別を3回使うも7着6着3着。休養明けの9月に小馬1000万条件で行われた茨城新聞杯では大型場の休養明けが影響したか一番人気を 裏切り5着となり短期休養に入る。長らくダートでの出走が続いていたものの、3月8日に久しぶりの芝となる、オーシャンステークスに出走し2着、続いて3月30日の高松の宮記念でも2着となる。一度ダートに戻った6月12日の北海道、スプリントカップも2着であった。再度芝に戻り、8月31日の、 キンランドカップで8着に敗れた後、10月5日のスプリンターズステークスに出走。前走の不調から13番人気と評価を落としていたもののレースでは残り100メートルでストレートガールとレッドオーバルと一気打ちになると思われたところを大外から差し切り、重傷初制覇、バレース初勝利が GI 初制覇となった。安状の王の匠はデビュー10年目で、 GI は10戦目での初勝利。管理する高木昇長教師も開業8年目にして GI 初勝利となった。12月14日、ロンジン香港スプリントに出走し、発着。上日の香港スプリント後、2015年はオーシャンステークスからの指導を目指していたものの、脚部不安でしばらく休養することとなる。2016年1月15日に放牧先から帰球。 復帰戦となった同年3月5日のオーシャンステークスでは長いブランクを開けながら3着に入った。その後も11歳まで現役を続け、勝ち星こそなかったが、2016年から2018年の北海道スプリントカップ3年連続3着や2017年カペラステークス2着とオーダートの短距離戦では、検討した。引退レースは2019年の高松の宮記念。 藤田祭七高生に17着であった。引退後は、レックススタートにて種ボバとなる。種ボバ入りが5月からのスタートとなったため、初年度種付け料は無料である。ありがとうございます。